茶バレーラのおちゃんです。今日はですね、こちらですね、ケニー・ローハン、このレポートをお届けします。お待ちください。はい、始まりました。先ほども言いましたけども、今日お届けするのはこちらになりますね。ケニー・ローハン、もう説明もいらない、もうジャズで最重要トランペッターの一人ですね。はい、タイトルは The Arrival of Kenny Dohan というタイトルですね。それで、割とまあレーベルとしては珍しい JALO というJALO International というレーベルなんですね。まあ、このレーベルの、まあ、存在感としては、このレコードとですね、もう一枚テナサックスの J.R. モンテローズのレコードがあります。そちらも The Arrival of J.R. モンテローズですね。はい、それで今お届けしている曲はですね、I'm an old cowhand という曲なんですね。なんとも可愛らしいと言いますかですね、何かこちらを気分を良くしてくれるような名曲なんですよね。それでこのレコード、彼がやってるのはですね、本当に選曲がいいんですね、このレコード。When Sun Gets Blue とかですね、あとステラバイスターライトとかですね、レイジーアフタヌーンとかやってるんですね。もう何て言うんですかね、地味かもしれませんけれども、非常にいいアルバムです。ピアノはトミー・フラナガですね。あとブッチ・オーレンも入ってます、ベースで。それでバリトンサックスも入ってるんですよね、チャーリー・デイビス、曲によってですね。はい、やはりこのピアノのトミフラが効いてますよね。はい、といったことで、非常にまあケニー・ローハンでないとこういった感じが出せないというようなアルバムになってます。あのクワイエット・ケニーという有名なアルバムもありますけども、まああれもそうなんですけども、こちらもいかにもドーハムらしいなというレコードです。これはおすすめですよ、皆さん。はい、といったことで、今日は I'm an old cowhand The Arrival of Kenny Dohan からお届けしました。ジャズはいいよ。